エゼキエル書第十五章次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、ぶどうの木は森の木立ちの間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それとも、あらゆる器具をかけるために、これを使って木鍵を作るだろうか。 見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。それゆえ、神である主はこうおせられる。私はエルサレムの住民を、私が焚き木として火に投げ入れた。 森の木立ちの間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けるその時、あなた方は私が主であることを知ろう。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の見告げ。